入れるかな。会場、まあとりあえず開けますよね。おはようございます。よいしょ。今までは多分ね、堂々と入ってたから怒られたんだと思う。こっそり入れば怒られないよって。人いなくない？人いなくない？じゃあ盗めるんじゃない？アポパイ？やったね。おお、盗んだ盗んだ。鮭のステーキ。てか人がいないね、本当に。何取る？大きな袋。人参。ただ、盗品って、すぐに売れないらしいね。それは困った。盗む。ゴブレット。炎のゴブレット。そんなにいいものはなかったな。しけてやがんな。お、これは、動物。危ない危ない。あ、いたー！おはようございます。すいません、いろいろ取っちゃいましたけど。こんばんは。こんばんじゃない。おはようございます。何か用？ブレンドリン。何か用？ごめんなさい。いろいろ盗みました。ここはなんだ？グラインダー。何か指とかを潰す感じかな？穀物を潰す感じかな？砥石。お、砥石で武器の攻撃力を上げることができる。材料が必要。鉄のダガーは、あ、インゴット持ってたね。そういえば、やった、これで強くなったのかな。馬が欲しい。ん？俺は大抵ほうきかシャベルを使った作業をしてる。別に文句はないだろ。うん、さっきのうんうんは何だい。父さんは俺に馬屋の親方は務まらないって言うんだけど、いつかなってみせるさ。馬欲しいな。馬に乗ってスタコラさっさできるらしいからね。ホワイトランの馬屋。お、馬がいる。これもらっていいかい。あ、盗む。盗んじゃダメ。すいません、馬売ってくれませんか。スタイリムで最も速い馬だ。へえ。軍馬が必要なんだろ。馬売ってくれない。いいだろう。ゴールドがあるなら蔵のついているやつを持っていけ。いくら？1000か。勝手にしろ。じゃあ盗む。ゲフゲフ。力強く乗れ。キャンプがあるね。なんだ、なんだ。あ、猫。私以外の猫に初めて会った。この出会いに幸運が微笑んでくれるよ。ちょっと、この人は商人か。何を売ってるんだい。アップルパイ、オリハルコン。あ、高いね。なんかいいもん売ってるね、この人。鋭い質問だね。何しろ故郷から遠く離れてる上に寒く厳しい地方だからね。あ、寒い地方だね、確かここは。長旅の手間を惜しまず最高の商機を見つける。今のスカイリムはまさに売れ切った果実さ。そうにやのか。ドラゴンや戦乱を恐れて多くの交易商は。なんかザクザク音がしている。勇気さえあれば。木こりしてるね。儲けられるんだ。エルスウェイヤの暖かい砂は訓練できると。遠くに誰にも見つからなくなる。お、それはいいな。ミスディレクションみたいな感じになって。高い。これお金払わないといけないのか。やめときます。また取引できることを願っているよ。なんだ、にゃんだ。ハジートはあんたを歓迎する。あんたの懐の金もな。ほうほう。この道はきついぞ。一気に水を補給しなければならない。あ、なんか戦闘準備みたいなやつがいる。のところへおしゃべりの相手に来ておくれよ。ん？首相の命令により止まれ。あ、止まりました。え？どういうこと？あれかな、まだ賞金がついていたのか。お金払ってとりあえず普通に穏便に進めたいな。城まで来てもらうぞ。
盗品があれば没収して自由の身にしてやる。もちろん罰金を払った後にな。なんてこった。お、これは中に入る手間が省けたじゃないか。ドラゴンズリーチ、どこですかこれは。ここはなんか監獄的な感じかな。お前みたいな冒険者だったんだがな。ん？膝に矢を受けてしまって。おお、メイゼリフ来た。膝に矢を受けてしまって、ありがとうございます。膝に矢を受けてしまっていただきました。演説をしている。人間としてあなたは言った。北の大地に生まれしストームクラウンの、こんにちは。ついに来たな。いやー友よ、無敵のタロスについて知りたいなら。無敵のタロスだと？俺が知ってる無敵といえばフォルゴレぐらいだぞ。鉄のフォルゴレ。の人生ではタロスは比類なき戦術と。ここかな、市長がいるのは。市長の他にここだね。広間で気高く力強いものは、綺麗な床の上に兵隊。最近はどこに。やっぱりここだったか。一回りしても市長っぽいものが見当たらなかったからな。お、矢印ついてる。あの人市長っぽいね。邪魔してどうしようっての。バルクルーフ市長は訪問者には会わないわよ。いや、こっちも入り用なんですよ。まあ、だから衛兵が中に入れたのね。それならいらっしゃい。市長が個人的に話したいそうよ。いや、捕まって運ばれてきただけなんだけどね。で、ヘルゲンにいたのか。うん。ドラゴンを自分の目で見たのか。おうよ。イスミールに違う、イリレスは正しかった。で、主張に話して助けを求める的な。ちょっと待ってくれ。待ってません。リバウッドへ兵を送りまし、送りましょうよ。山でドラゴンが待ち伏せしているなら、透明はそれが一番の危険ね。挑発と考えるはずです。我々がウルフリックと共に攻撃を仕掛けてくると思うでしょう。もういいだろう。するべきではないと。ドラゴンが私の要塞を焼き尽くし人々を殺しているのに、ロケット突っ立ってるつもりはない。イリです。今すぐリバウッドに部隊を送ってくれ。ええ、市長。もういいか、仕事に戻るよ。それが一番いいだろう。よくやった。自分でよく俺を探し出してくれたな。ホワイトランに果たしてくれた貢献は大きい。このことは決して忘れないぞ。あざっす。ほら、ちょっとした感謝の印と思って受け取ってくれ。お、やったね。もう一つお願いしたい。おそらくお前のような特殊な才能を持った者にふさわしい仕事だと思う。確かに特殊ですね。さあ、王宮魔術師のファレンガーを探しに行こう。ドラゴンに関連したことやドラゴンの噂についてずっと調べてもらっていたんだ。えい。ふう。ファレンガ、ドラゴンの剣で助けになってくれる人を見つけた。ああ、じー、詳しい事情をすべて話してやってくれ。市長はお前が役に立つと考えたと。それならドラゴン研究のことを言っているのだろう。そうだ、誰かに取ってきてほしいものがある。基本やっぱりお使いクエストの危険な雨あられなのかな。もらうことになる。そして実際に存在するかもわからない古代の石板を見つけ出してもらいたい。どこにいて何を手に入れればいい。単刀直入だな。つまらぬ方法や理由の論議がいらんとは気に入った。どうせそういうお使いゲームだってなんとなく分かってきたよ。前にある石板がブリークフォール墓地にあるという事実を知った。その墓地に行ってとりあえずアイテムを回収してこいと。ドラゴンストーンだ。ブリークフォール墓地に行き、その石板を見つけてきてくれ。間違いなく中央の間にあるはずだ。それを届けてくれればいい。簡単だろね、簡単でしょ。で、ブリークフォール墓地どこだい。古代ノルドが建てたイニシア。ああ、そこにどういうのか知りたいのだろう。リバウッドの近く。南か。リバウッドの近く。ここから数キロ南にあるみすぼらしい小村だ。それはお姉さん。生きるのは大変。ん、ミカエルが喉に探検をさせてもらいたい。何危ないこと言ってんの。彼は私を口説いてきてるやつがいるから迷惑かかってる、そいつをやっつけてくれ的な、そういうクエストだね。ハーク、おこいつだな。おい、お姉さんにひどいことするんじゃにゃーい。こいつはちょっと勘違いくんか。彼女自身まだ気づいてないだけさ。
どうしよう。買収もできると。バカなことはやめろ。うわ、嫌なやつだな。こいつはちょっと鉄拳制裁するしか。あ、ガタ。戦士が、俺も協力するぞ、みたいな。そして、お、殴りかかってきた。にゃん、猫パンチだ、にゃん、にゃん、にゃん。でかい方に12ゴールド、俺のことか。いいのことか、にゃん。めった打ち。いいパンチだな。お前、瀕死じゃないか。暴力で訴えかけたぜ。でも分かってくれたようで。分かってくれたのかな。よし。そして何事もなく。ドラゴンズリーチのなよさーん、あいつやっつけてきたんだにゃーん。本当、あのリュート奏者にめっためたにしてきたよ。おお、250ゴールドも。いいね。こうやってクエストをこなしていくと、こんな感じでいいのかな。にゃんにゃーん。